はい、皆さん、ご機嫌いかがですか？今日は、二百六十三回目の三分でわかる聖書のメッセージをお届けします。今日の質問です。最近、テレビで UFO の報道がありますが、まあ、UFO ですね。聖書的には、UFO や地球外生命体については、どのように捉えるべきでしょうか。こういう質問をいただきました。まず、冒頭で申し上げたいのは、UFO UFO は。 存在しないということを証明することはできません。これは悪魔の証明と呼ばれるものですね。UFO は存在しないということを証明するためには宇宙の端から端まで調べ地球外生命はいないということを確認しなければならないからです。ですから不可能なんですね。で私の場合は聖書の教えに基づいて UFO や地球外生命は存在しないと信じています。私は聖書に基づいてそう信じているということですね。このテーマに関していつものように3つ申し上げます。1番目に創世紀一章によれば地球や人間は特別な存在として創造されました。創世紀一章ぜひお読みください。創造の順番は地球が最初なんです。そして太陽や月や星は その後から作ら作れているんですさらに人間は非造物の冠として神の形に創造されましたそして創世紀一章の31節にはこうあります「神はご自分が作ったすべてのものを見られた」「みよそれは非常に良かった」で創世紀一章には地球外生命の存在を示唆する要素が全くありません。2番目に アダムの罪は秘蔵世界に呪いをもたらしました。らししまアダムが罪を犯したためにこの世界に死が入ってきました人間だけが道徳的存在でつまり人間は善悪の基準を判断できる倫理的道徳的存在だということですそれ以外の生命体は道徳的存在ではありませんしかしそれにもかかわらず動物界は アダムの罪の罪影響を受けましたさらに非蔵世界全体が呪いのもとに置かれました非蔵世界っていうのは地球だけではなく全宇宙を含む概念ですねそしてイエス・キリストが救い主として来てくださって聖書が予言したように人間の罪を許すたために十字架上でで死んでくださいましたイエス・キリストの十字架の死によって人間の罪は許されたんです 信じる人は許される。そして、罪の呪いをすべて取り除くために、再び地上に戻ってこられます。栄光の王として戻ってこられます。これが再臨ですねで。もし地球外生命が存在すると仮定すると、彼らもまたアダムの罪の呪いを受けているということになります。しかし、これは不条理です。どうしてかというと、アダムの罪の影響を受けるっていうのは、神が 地球外にいる生命体つまり責任ののなないいものを罰してるることになるからですさらに第2ペテロ3の1 2にはやがて非蔵世界は焼け溶けてしまうと予言していますもし地球外生命が存在するなら彼らもまた焼け溶けてしまうわけですからこれもまた不条理な裁きになります3番目に UFO の目撃情報を説明する方法があります まあ目撃情報を分類すると私は少なくとも4つの種類があると思っています一つは嘘をついている可能性があります見てないのに見たって言って何か作り出している2番目幻覚を見ている可能性がある見たは見たけどそれは幻覚である3番目何らかの自然現象により UFO UFO が存在するように見えた、まあ、自然 現象として説明可能なものものあるでししょうしかし4番目これ一番重要です霊的現象である私は最後のこの可能性が非常に高いと思うんですねでそれが霊的現象であるというならばそれは悪魔が仕組んでいるということですね地球外生命の存在を信じ始めると全人類のためにただ一度だけ死なれたキリストのあがないの技が軽視されるようになってきます 実はは悪魔そういうことで UFO を目撃したと情報は霊的現象である可能性が非常に高いということを覚えておきたいと思います。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。